茨城県道133号赤浜屋田部線、下妻市高道祖筑波未来市大茨城県道133号、赤浜屋田部線は、茨城県筑西市から筑波市までを結ぶ一般県道である。筑西市赤浜の茨城県道132号、赤浜上大島線より分岐南下市、筑波市吉沼を経て、筑波市緑野に至る約 27km の路線。 全体的に、湖海側の左岸側に沿って南北に伸びる。経路の途中、下妻市の高道祖東交差点で、国道125号と平面交差し、また、筑波未来市北山で、国道354号や食べバイパスと立体交差する。また、終点の上か山る交差点から道なりに、東へ進めば、国道354号原道になり、過去を遡れば、 つくば来市福岡大入会地から終点、つくば市、上香山るまでの東西に伸びる区間は、国道354号が降格して、本路線となった区間である。路線名の、やたべは、つくば市誕生前の自治体の一つやたべ町が由来で、ある。1959年10月14日、新たな県道として、真壁郡明の町をあざ、赤浜を起点とし、 下妻市筑波郡と与里町同郡大補町を経由して、筑波郡や田部町を終点とする区間を本路線として、茨城県が県道路線認定した。全体的に境愛なルートが多く、筑波一打層では東に迂回するバイパスが2016年3月に開通した。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの 普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。